はい、どうもこんばんは、ラムノットです。今回はゲーム紹介というか解説みたいな動画を撮ってみようかなと思います。たびたび挑戦しては失敗するこの動画シリーズです。今回紹介するゲームは、プレイグテイルイノセンスというこちらのゲームですね。もうすぐ発売します。2019年5月14日発売予定の新作アクションアドベンチャーゲームです。個人的にはね、ゲームシステムの事前情報とかも好きなんですけど、やっぱりこうゲームの舞台背景とか歴史背景知っておいた方がね、ゲームをもっと楽しめるんじゃないかなと思うので、今回はそういった世界観背景を伝える動画を作ってみます。ただ発売前なんで、いろいろ情報が結局関係なかったりっていう可能性も高いんですけど、おそらくまたどこかで使える知識かとは思うので、のんびりご覧ください。現在公表されているストーリーはざっとこんな感じですね。ゲームの舞台は1349年のフランス王国。アミシアと弟フューゴは疫病で壊滅的な被害を受けた村で宗教裁判の審問官たちに追跡される。二人は光や火を使い、ネズミの大群から審問官から逃げようとする。しかし弟フューゴまでも謎の疫病にかかってしまう。二人は逃げることができるのかみたいな感じで発表されてます。この時期1349年のフランス王国はあの有名な100年戦争の真っただ中ですね。100年戦争っていうのはフランスの王位継承問題、誰が王様なんのっていうやつと、イギリス王家のいやフランスの領土欲しいみたいな、それをめぐった大戦争ですね。100年もやるかっていう戦争をしてます。で、100年戦争が始まったのが1337年とか、1339年って言われてるんですけども、始まってからほぼ10年後が舞台になってます。しかも3年前の1346年にはフランス軍大敗北みたいなね、フランス領土にイギリス軍入ってきちゃって一部都市も陥落されてしまうみたいな、歴史の授業とかで習うあのフランス北部のカレー包囲戦とかもちょうどこの頃ですね。戦争真っ盛りで、そりゃフランス荒れてるはずやわってね、思うと思うんですけど、実は戦争以外の大問題が発生していたんですよね。それがプレイグ、黒死病とかペストと言われる病気ですね。英語名でもブラックデスという、なんとも中二病でかっこいい名前をした病気が流行っちゃうんです。黒死病はもともとアジア圏からシルクロードを伝って、ヨーロッパ圏に入ってきて、シチリア島あたりに1347年頃で、イタリア半島には1348年頃に入ってきて大流行をします。そこから続いてフランス全域にも黒死病が入ってきます。フランス全域を黒死病が覆ったのがちょうどこの1349年頃だと言われています。そんな戦争を止めてしまうほどの威力を持った、破壊力を持った黒死病は当時のヨーロッパの人口の3分の1以上、2、3000万人を死亡させたって言われてます。そんな中でとんでもない言いがかりをつけられた人たちがいた。ユダヤ人、とりあえず何か問題があったらユダヤ人。どういうわけか、ユダヤ人あんまり黒死病なってねえなみたいな、あいつらがもしかして黒死病ばらまいてるんじゃないかみたいな話が広がってしまって、突然のユダヤ人、ユダヤ教徒狩り、迫害、大虐殺が始まってしまいます。これがおそらくこのゲームでいう宗教裁判、回収しなければこう火炙りにされたりとかしてたみたいですね。実際にこれが原因でフランスからユダヤ系がほぼほぼいなくなったっていうふうにも言われてます。っていうことは主人公のこの2人の兄弟はユダヤ系なんじゃないかなみたいなところまでは推測できますね。という感じで今回の動画をここまでにさせていただきたいと思います。この動画を気に入っていただければぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。好評であればね、こういった解説動画どんどん増やしていきたいなとは思うので、数こなせば話もちゃんと話せる。で、ちなみにこのゲームは、ゲーム実況もこれからしていくつもりなので、ぜひそちらもご覧いただければと思うので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。
いやー、このプレイグテイルの世界観やばいよね。このネズミさ、ディスオナード的なネズミすごいけどさ、これ何作ってる会社なんだろう。ウォーリー、ディズニーランドアドベンチャー。この今までディズニーのゲームしか作ってない会社が突然ネズミを、大量のネズミを焼き殺すゲームを。